そちらです。せいやです。うん、らっしゃい。忍たま乱太郎クイズ。忍たま乱太郎ね。もうこれは二人ともマジで一緒。一緒やろな。見てたね。ちょっとクイズで。一緒やねん。全部誘惑書。お前が嘘ついてんねん、なんか。忍たま乱太郎。えってよな。知ってんねんこいつ。あんま知らんな。お願いします。よし。乱太郎。はや。いや、行き過ぎやな、今のは。しんべヱ。いやー、やったな。早すぎるわ、さすがに。乱太郎たちが通う学校といえば。え、わからん。忍術学園。ああ。オッケー。はい。なるほどね。オッケー、オッケー、オッケー。乱太郎たちは、忍術学園の。1年は組。マジで。いいね。いいね。素晴らしい。これね。いいね。自称天才。はや。土井先生。自称天才アルバイターでドケチな一年は組の生徒。ああそう。問題の出し方うま。うまや。きり丸。はあ。きり丸。天才アルバイターのやつ。きり丸。裕福な。うわ、早い。しんべヱ。オッケー。学園長。ヘムヘム。そっち行った。よし、いいね。勝った。勝った。選択に勝ちました。いいね。1年は組の。山田先生。あれ?1年は組の教科担当教師といえば。土井先生。うわあ、そっちか。オッケー、覚えてなかった。しんべヱ。おしずちゃん。うわ。あ、違う。ここで。おしげ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 や。おしずちゃうわ。おしげや。おしずはたまに山里さんが言うしずちゃんさんの言い方や。おしずちゃん。忍たま乱太郎のオープニングで。こちらか。光源氏。いやぁ。忍たま乱太郎のオープニングテーマは。うわぁ、そう。ああ、勇気 100% やな、オッケー。ああ、そうか。ずっとってことですか。ずっと。へぇー、すげえ。ドクタケに冷えた発泡剤。オッケーオッケー。何やけそいつ。覚えてるね。あ、こいつだ。溶けるやつね。冷えた発泡剤に。あれ、さらに。全く分からん。山田先生、ここに冷えた発泡剤の頭蓋肥大。でかいけど。病名は。頭蓋肥大じゃない。冷えた八方斎の結婚相手の名前は。あ、知らんわ。あったか担々麺。新商品だ。そうやな、でも。熱いホイコーロー。熱いホイコちゃん。熱いホイコちゃん。初めて聞いたそれ。ぬくぬく餃子。食堂のおばちゃん。肉と卵の入りつけ。極お茶。お塩ちゃんかそれ。お塩メニュー言ってる。わかんないです。ヒント。冷えた発泡剤。冷えてる発泡剤は。嫌ですよね。嫌です。はい。でも結婚相手はいいです。ああ、じゃあぬくい発泡剤。ああ、ぬくいカニシューマイ。カニシューマイ渋っ。分からんな。ぬくいホイコーロー。熱いにらレバー。
ヒント。ヒエタはヒエタです。あ、名字やから、そうか。ヒエタザーサイ。うわ、びっくりした。ヒエタ冷麺。あ、ヒエタうまいやつってことかね。中華じゃないです。むず。ヒエタ寿司。名前語呂悪いよ。冷えた寿司、冷えたそうめん。ああ。冷えた中華、冷やし中華。あ、冷やし中華ね。冷えた。もう大ヒント。フルーツ。冷えたゼリー。ゼリー？加工食品。分からんな。冷えたメロン。冷えたスイカ。おい、メロン。メロン、そんなキンキンのメロン甘くない？冷えたメロン甘いね。いや、メロンそんな。そうか、スイカか。スイカか、いや、これ面白い。知らんかった。海賊のくせに第三教兵マン。ゲームルー出た。しんべー。俺のレパートリーやろ。あ、いいところです。どないするやつね。キサンタ。キサンタ。ラメコジョ。あったな。ナメクジ。ナメクジや。お前強いな。もう最近強いよ、早押し。強いね。自称学年一。うわ、あー、名前出てこへん。あが、山田先生。自称学年1位。行くね。食堂のおばちゃん。名前でごやんの人。自称学年1位、成績優秀のナルシスト。仙林という学校をよく回している先輩といえば。仙林？うわー、わからん。そこら辺わからんな。夏目先輩。夏目先輩おったような。これ出ないかな。柿谷シャマル先輩。ああ、なんか聞いたことあるな。むずいね。柿谷シャマル先輩むずいね。漫画も読んでないと無理や。いいんだもん。ラスト。おい。おお。ああ、おのこしは許しまへんでー。オッケー。それ食堂のおばちゃんじゃなくて。オッケー。いやー、王でいった。あ、いや、王の腰よりしまへんで。え、どういう問題ですか。王王から始まる食堂のおばちゃんの人生は。よしよし、素晴らしい。よし、冴えとる。いやー、またちょっとやりますか。やりますか。懐かしいのいいね。あるでしょ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。